こんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。今回はこちらのギターをキノファクトリーというメーカーさんからお借りできましたのでご紹介していきたいと思います。こちらのギターはゴートというモデルでして、いわゆるガットギター、エレクトリックなナイロン弦のギターになっています。で、仕様としましては普通のエレキギター同様で、ジャックがありまして、でコントロールがボリュームとトーンという感じになっています。そしてボディはこのように穴があって空洞があるチェンバードボディとなっております。木材の方はボディが、これはマホガニーですかね。そしてキルトメイプルがトップになっています。ネックの方は、おそらくメイプル、これはワンピースですかね。そして指板はこれもおそらくですがパーフェローという材になっています。でネックの丸みは一般的なエレキギターよりかはちょっとしっかりした太さになっているかなと思いますが、普段エレキギターしか弾かない、自分のようなプレイヤーでも難なく弾けるような太さになっています。でネックのこの手触りも非常にサラサラで気持ちいいですね。そしてここのジョイント部分も滑らかな処理が丸く削ってありますので、ハイポジションも非常に弾きやすい仕様になっています。重さの方も割と軽めの部類に入るんじゃないかなと思いますので、普段エレキギターしか弾かない人もぜひ試してみていただけたらと思います。サウンドの方は別の動画で収録しましたので、こちらをご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。僕自身ガットギターっていうのは個人では持ってたことがなくて、以前ゲーム会社にいた時に会社が所有しているギターを使っていたり、あるいは最近でも人から借りたりとか、していたのですが、今回こちらのモデルをお借りすることができましたので、このギターをフィーチャーした楽曲とかも、作っていきたいなと思っています。はい、それではこの動画がいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。